瞳閉じてプレゼント、空に光るあの星を二人の。私の名前は伊吹聖也、見ての通り医者だ。私には特別な力がある。そう、神をもしのぐ力、ゴッドブレスだ。え、毎回この説明いらないって？何を言っているんだ。初めて見る人がいるかもしれないだろう。君だけじゃないんだ。何、そんなに私のことが知りたいのか？仕方がないな。じゃあ私のプロフィールを事細かく説明してあげよう。あの先生、患者さん来てらっしゃいますよ。え、患者？何を言っているんだ。ここは暇で有名な病院だろ。いや先生、自分で言っちゃってどうするんですか。この暇な病院にいると自分が医者だという自覚を忘れてしまいそうだ。はあ、そしたら呼び込んでくれ。ここの病院は初診みたいですが、今日はどういった症状でお困りですか。先生、実は俺仕事で悩んでまして。いや、俺はハローワークか。ああ、はいはい、仕事で悩んでるんですね。もう仕方がないからちょっとだけ聞いてあげますけど、なんで悩んでるんですか。とにかく楽をしてお金を稼ぎたいんで、銀行強盗でもしようかなと思ってるんですけど、どう思いますか。いや、もう勝手にやってこい。そしてすぐ捕まってこい。お前は。あのですね、楽して稼げる仕事なんてありません。そんな風に見えてる人たちも裏ではちゃんと努力してるんですよ。先生ありがとうございます。いつも誰かに相談しても適当に受け流されるだけだったんで、そんなまともなことを言ってくれたのは先生だけです。そうか、お前本当に友達いないんだろうな。はい、じゃあ就職活動かなんかわかんないですけど、頑張ってくださいね。お大事に。はあ、一人目の患者がこれか。思いやられるな。先生まだいらっしゃいますよ。次の方お呼びしますね。どういった症状で今日はお困りですか。お、なんだ、女子高生じゃないか。先生、私同級生の男子からすっごくモテるんですけど、正直同い年の人は恋愛対象に入らないっていうか、年上の人しか興味ないんですけど、どう思いますか。ん、どう思う。あ、どう思うかどうかは君次第の話であって、それにここは病院だからな。何の相談をしに来てるのかな。まあ確かに年上の人が魅力的だっていうのはわかる。いろんな経験を積んでるし、君の知らないことをたくさん教えてくれるしな。なんだったら私も夜のいろんなこと教えてあげてもいいけどな。先生、なんで夜のなんですか。でも年齢なんて関係ないと思うぞ。それに同い年だったら新しいことを発見した時、驚きを分かち合えるじゃないか。あれ、どこを見てるんだ。え、先生のってやっぱり大人だから大きいのかなと思って。おい、やめとけ。なんだか先生とお話ししてたら、同い年の男の子でも魅力があるんだなって思ってきました。ありがとうございます。じゃあ私早速5人ぐらいと付き合ってきます。ああ、頑張って行ってくれ。なんかすごい子だったな。え、あれ、どこにあれ、ドアじゃなくて、ドアじゃなくてどっか消えちゃったんだけど、普通にびっくりしちゃった。先生、まだもう一人患者様がお待ちです。はあ、もういい加減に普通の患者さん呼んでくれないか。今日はどういったことでお困りですか。先生、イケメンな男子生徒を見ると、こう胸の高まりが収まらないんです。わかりました、風邪薬出しておきますね。え、なんか先生僕に適当じゃないですか。え、ちょっと先生、まだ話が よく見ると先生もイケメンですね。あ、また来ます。全くろくな患者がいやしないな、本当に。ん？どうした？なんかちょっと顔色が悪いぞ。あー、実は今朝から少し頭痛がしてて、でも体は特に問題ないので偏頭痛かなんかだと思います。おいおい、さっきの患者さんたちより君の方がよっぽど心配だ。あまり無理はするんじゃないぞ。お、もしかして図書室誰もいないんじゃないの。ラッキー、最近意外と図書室に来る人増えたからな。今日はゆっくり集中して本読めそうだな。よし、今日は周りも誰もいないから、普段は堂々と読めないこの本読んじゃおうと。ショタコンお姉さんは今日も幼い顔に目がない。この本面白いんだよね。そんな OL のお姉さんが年下の男の子にそんな展開持ち込んじゃうの。やばー、体育倉庫やばいんだけど、飛び箱でそんなことするなんて、私の頭がもうぶっ飛びそうなんだけどって、なんか誰かに見られてる気が。じー
なんですか、ちょっと、何、ショタコン小説から出てきた？すみません、驚かせてしまいましたよね。あなたはジミコさんですよね。あ、はい、そうですけど、何このちょっとイケメン男子生徒。実はそのジミコさんに相談したいことがあって今日はお話ししに来たんですが。相談？私に相談って何ですか？どうせ私のことたぶらかして、私が口固い地味な女の子だから体目当てに使おうとしてるんでしょ。ジミコはアニメ、漫画、小説を読みすぎて完全に現実世界の男に対してはシャットダウンしていた。かっこ伊吹先生を除く。実はそのえーっと言いにくいんだけど、ちょっと照れた顔が不覚にも可愛いと思ってしまった私。ああもうメガネ割りたい。君、伊吹先生と知り合いなんだよね。その俺に伊吹先生を紹介してもらえないか。え、伊吹先生ってあの病院の伊吹先生のこと？そう、お医者さんの伊吹先生。俺、伊吹先生にすっごく憧れてるんだ。だからその弟子にさせてもらえないかなと思って。なんだそういうことか。それなら直接自分で言いに行けばいいじゃない。いきなり言ったら迷惑かなと思って。それに面識ある人が伝えてくれた方が先生も怪しまないかなと。まあちょっと面倒くさいけど、伊吹先生に会える口実になるし、いっか。わかった、じゃあ一緒に病院行こっか。本当かい、ありがとう。今度僕の弟紹介するね。あ、君ショタコンなんだろ。く、私の小説読まれてたか。そういえば君なんていう名前なの？僕は新城誠二だ。新城誠二くんだね。わかった、覚えておくね。とりあえず受付のお姉さんに話してみよっか。そういえばなんでジミコちゃんはこんなにこの病院に来ているんだい？え、そんなの決まってるじゃん。伊吹先生が私の推しだから。いや、あのここ病院だからあんまりそういうことはやめといた方がいいんじゃ。すみません、あのちょっとご相談があるんですが。あら、どうしたのジミコちゃん。今日も風邪とか嘘ついて伊吹先生に会おうとしてるの？ダメよそんなことしたら。君そんなことしてるのかい？いや、してないしてない、冗談だよこれは。実はこの男子生徒が伊吹先生の弟子になりたいって言ってるんです。そこの少年、憧れる人を間違ってるから、私は何も聞かなかったことにするから早く帰りなさい。いや、伊吹先生全然リスペクトされてなくて笑った。はあ、疲れた疲れた。と、おや、まだ患者さんがいたのか。あ、伊吹先生こんにちは。おお、なんだジミコくんか。おや、もしかしてこの子はジミコくんの彼氏か何かかな？違います、違います、それだけは本当に違います。いや、ジミコくん分かったから、もう本当に違うっていうのがすごく伝わったよ。伊吹先生、その僕を弟子にしてもらえませんか？で、弟子だって？何を言っているんだ君は。ここは病院だぞ。私は劣気とした医者だ。ちゃんと医療関係のことを学んできてから言ってくるんだな。僕はまだ高校生ですが、ちゃんとお医者さんになるための勉強をたくさんしています。でも他の医者とは違う秀でた能力を持っている伊吹先生の下で弟子になれば、自分自身のステップアップにもつながると思ってお願いしに来ました。そうかそうか、君はよくわかっているな。確かに私は他の医者とは違ってすごく能力値が高いからな。ああダメだ、先生調子乗っちゃってるよ。あの、すみません、お医者さんいらっしゃいますか？どうなさいました？実はお腹が破裂しそうなぐらい痛くって。あわわわわ、倒れちゃいましたよ。まずいな、受付嬢、緊急患者だ。これよりオペを始める。すまないが、女子君を体調不良で帰らしたので君が手伝ってくれ。そんな、私そういうのできませんよ。ただの受付嬢ですから。先生、僕にやらせてください。本当はやらせたくないところだが、緊急だから致し方があるまい。よし、着替えたな。よく聞け、現場では本の書いてある通りには進むとは限らないぞ。ちゃんと適材適所を見つけて正しく処置していくんだ。いいか、分かったな？分かりました、安倍総理。いや、俺安倍総理じゃないな、伊吹先生だよな。絶対分かってるよな。 あれか、偉い人っていう意味で言ってくれたのかな。よし、行くぞ。先生、早速僕が予想だにしないことが今起きています。なんでこの人普通に寝てくれないんですか？
ふっ、これがこのゲームの難しさということだ。よし、そうだ、手際がいいじゃないか。なかなか素質があるな。すごい、伊吹先生のメスさばきはやはり神の手だ。あれ、俺よく考えるとマスクしてるから今日もゴッドブレスできなくね。先生、すっかりお腹痛いの治りました。ありがとうございました。あんまり飲みすぎたらダメですよ。牛乳。え、牛乳の飲みすぎでお腹壊したパターン。伊吹先生、今日は貴重な体験本当にありがとうございました。いや、私も驚いたよ。君は思っていたよりよっぽどできる子だったな。またいつでも見学しに来ていいぞ。本当ですか、ありがとうございます。あの子、伊吹先生に弟子入りなんかしちゃって、これから先知らないぞ。あの受付嬢さん、あれって何やってるんですかね。バカ、違う、ゴッドブレスはもっと優しく吹くんだ。こうみたいな、ほらやってみろ。こうですか。それじゃおじさんブレスになっちゃうぞ。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタンもよろしく。 Twitter とか Instagram もよかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで、明日も笑顔で頑張るぞ。バイバーイ。